接続。どう？船長席の座り心地は。これがクローの見ている世界。エッチ？船長ってやつはさ、この船のすべてとクルーに対して責任を持たなきゃいけないんだよな。重いよ、すごく。クローはいつもこいつを背負ってるんだ。よかったじゃない、エッチ。また一歩、クローさんに近づけたんだから。ね。ああ、そうだな。まあ、この船のクルーは僕たち3人だけですが。言われてみればそうですね。だからエッチ、変に気負わないで、いつも通りのエッチで行こうよ。そうだな。でも、きっといつか、この重さを背負えるようになってやる。行こう、星の海。発進準備はできているわ、エッチ。こちらも、いつでも行けます。よし、カンナス、発進。了解。